自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。今日は夏をテーマにデコレーションを作っていきたいと思います。さあ夏ね、もう暑くなってきましたので、それを利用して夏っぽい、ものを作っていきたいと思います。まず一つ目、ここにありますのはいろんなね、色の柄の紙ですね。そしてペンを持ってきました。で、見てください。ちょっとね、厚紙です。これね、私の好きな柄を選んだんですけれども、ちょっと厚めの紙を選んでいます。で、あと余っている毛糸、そして刺繍針とマグネットです。このマグネット、磁石ですね、磁石が重要になってきます。で、もちろんですね、この紙ですけれども薄くてもまあ大丈夫です。薄い場合はその下に何かちょっと太めのといいますか、しっかりした紙を用意してください。さあ、じゃあちょっと早速やっていきましょうここにね、何を書こうかなと今考えてます。さあ、これでドイツ語でね、ここにサマーと書きました。で、この一つ一つを切っていきました。他に何作ろうかな。さあ、いろんなね、こういう磁石になるものを作っていきましたが、まず毛糸をこの刺繍針に通して、こうやって今切ったところによいしょ穴を開けたいんですが、ちょっと刺繍針では先が尖ってなくて難しかったので、こうやって本物の針でプスプス刺してから刺すと今通りましたね。で、一回通ったら固結びをしましょう。そうするとこんな風にね、ぶら下がります。次はこれかな、 R にしようかな。またちょっと針で手伝ってあげてから、さあできましたよ。このね、文字の順番は間違えないようにしてください。ゾンマーって書いてますけどね、ドイツ語で夏という、アルファベットです。で、こういう風に一個一個この部品をね通してはくくりを繰り返したら、次マグネットの登場です。よいしょ。で、ここに糊で、ボンドでも大丈夫ですよ、ボンドで裏側にマグネットをつけちゃいます。一番端と端につけましょう。よいしょ。で、もちろんね、この文字のところにもマグネットつけても大丈夫ですけど、これは私は今回はつけずにですね、ぶら下がるようにやってみます。で、この他にも切った模様は糸に通さなかったので、これにもマグネットをつけます。で、もう一つ厚紙用意していました。これをこんな風に三角に折っていきます。そうすると、こうやってね、自分で立つようになります。で、もう一つのこのペアのマグネットを裏側にこうやってね、助けてあげると、見てください。じゃじゃん。厚紙はこうやって薄いですから、先ほどのマグネットがこの紙を通してくっつきます。タララン。このね、三角のとこの板といいますか、これは、大きさ自由ですから、こういう風にデコレーションを作ってみました。さあどうでしょうか。2つ目のアイディアに行きたいと思います。2つ目のアイディアは、じゃじゃん、こうやってテーブルに置けるような大きさの花瓶を用意してください。で、できればこうやってね、透明のもの
がいいんですけれども、花瓶家にないよっていう人はジャムの空き瓶ですとか、あとはちょっと綺麗なね飲み物が入っていた瓶とか、そういうのを使ってもらうといいと思います。で、好きなお花を買ってきてください。これね、最近はスーパーとかでも買えますから、好きなお花、夏っぽいお花を買ってきてください。で、あと使うのはこのぼんぼりです。ぼんぼりを使えます。そしてこれは、色をつけるものですね。色をつけるものなんですけれども、そしてキラキラにもしたいので、このようなキラキラの粉を使っていきたいと思います。さあ、でこれですけれどもね、このキラキラは、水の中に捨ててはいけないので、もし水を変えるよという時はちゃんとザルに通してから、このキラキラをね取ってから捨てるようにしてください。さあ、ちょっとキラキラ、あ、綺麗ですね。浮いてますよ、上にね。で、この色をつける、まあこれ本当はね食べ物に色をつけるものなんですけれども、もう中に入れて、絵の具でもいいですよ。そしたらかき混ぜましょう。このね、絵の具がちょっと溶けにくいので、しっかりと混ぜてください。わあ、綺麗になった。すごい綺麗になった。青色でね、そしてキラキラが浮いています。プールみたいですね。ね、例えばピンクとか黄色とかの絵の具を使っても綺麗だと思います。で、ここに花を挿してあげましょう。で、このお花ですけども、これ絵の具でねする場合は造花を使ったらいいと思います。すると長持ちしますからね。造花というのは本物じゃなくて作り物のお花ということですね。で、そうするといつまでも保つことができます。で、ここにぼんぼりを入れてみましょうか。あ、これはちょっとあんまり効果的じゃないが、このねブルーに色が負けちゃって、あのビー玉とかだといいかもしれませんね。さあ、どうでしょうか。このようにこの造花を使ってテーブルに花をこのね水と一緒に飾ってあげると、とっても夏っぽくて涼しくて綺麗です。で、造花を使うといつまでも持ちますから、おすすめですよ。で、水をねもし捨てるという時は、先ほども言いましたけれども、ザルにあげてから、このキラキラね取り除いてから水道に捨ててください。さあ、皆さん、このビデオ気に入ってくれたら嬉しいです。いいねをしてチャンネル登録をしてもらえるととっても嬉しいです。いろんな実験のビデオ、 DIY のビデオをアップしてますので、皆さんぜひ一緒にやっていきましょう。では次のビデオで会いましょう。さようなら。